変態さ、一番怖い。とある夜道を若い女性が帰宅していて、その辺りに通行人はいない。その理由をここを見ればわかる。え？いろんな理由があるんですけど、いろんな理由があるんですけど、まあまずは電灯がないってこと。通行人がいないってことはやっぱり不正解。やっぱり暗いところはね、あんまり通らないので、この方、この方がいつも騒いでるから不正解。いや、あるでしょ、これはこれで。この方不正解。え、全部正解でしょ。全部正解なんじゃございませんの。時計が壊れているからみたいな。あ、6時になっちゃってるからってことですか。あ、時間、すいません、時計が読めないのが出ちゃった。やだ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 、だから時計嫌なんですよ、私。時計読めないんですよ、本当に。すいません、本当に。ごめんなさい。私、時計がね、読めないんです。なんで今6時かって言ったかって言ったら、針が6時のところにあ、6のところにあったから。え、可愛いって言ってる人やばいですよ。可愛いわけないでしょ。可愛いわけないでしょ。時計読めないの可愛いって言ったら終わりですよ。時間がね、遅いから歩く人はいないんだよということですわね。